こんにちは。未来のパジャーの岡山を背負うアカデミーについてお届けするパジャーの岡山アカデミーニュース、前回の配信で、次回は一周お休みしますとお伝えしてしまったんですけども、今、U15 クラブユース選手権の、現地帯広にて、配信する準備が、整いましたので、簡易的にはなりますが、お届けしていきたいと思います。今回はその、U15 のクラブユース選手権、全国大会の、試合、グループステージの、3試合、初戦、長野パルセイロ3、2戦目インテルナショナル3、そして3試合目、浦和レッズさんとの対戦の様子を、そして、遠征の様子を少し、お届けしていきたいと思っております。では早速ご覧ください。どうぞ。はい、また帰りはまた帰国しますので、はい、よろしく、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。よろしくお願いします。美味しいですか？はい、続けてください。美味しい、そうそうそう、うんうんとか、ね、美味しいですか？美味しいですか？小森さん、ナイス。手の調子はどうですか？まあ、いい。よっしゃ、最高だぜ。仕上げてきたな。はい、ということで今日は、はい、行こうでしょう。ナイス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 、はい、トッチーナイスナイス、ユキ
はい、よしろ、ナイス。いや、一冊仕事に。いや。本当にここ蹴った方が良かったかな。うん。別に、これポンって、ね。ナイスゴールだね。昨日の分だね、昨日の分。で、明日勝って決勝トーナメントを決めます。はい、よろしくお願いします。お疲れです。最後ナイスセーブ。あ、どうすかあれ。いや、まあ、あれは足残してたんで当たったんで。明日だね、明日。明日は僕が勝たせますよ、チームを。オッケー、いいね。任せて。いいね、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合振り返っていかがですか。今日は、まあ、昨日初戦で硬かったんで、まあ、自分たちらしく前からアグレッシブにボール取りに行って、で、まあ、人数かけて、まあ、みんなでボールを取りに行くこととゴールを目指すっていうことは、まあ、まあ、彼らに表現してたのかなと思います。ただ最後の、まあ、質のところだったりタイミングのところだったり、まあ、まあ、そういうところはまあ課題が残るんで、明日この緊張感の中でレッドできるっていう、まあ、彼らにとっても自分にとっても成長できる時間だと思うので、逆にポジティブに明日迎えたいと思います。はい、おはよう翔太。朝強いの。はい、おー強いの。はい、おー上げてこて。今日は決戦や。はい、勝手に続け。
藤井、お疲れ。お疲れ様です。2000連続ゴールですね。はい。どう気持ちは。おー、だからいいボール。当てれるだけでした。はい。じゃあ、ノックアウトステージに向けて意気込みを。勝ちます。はい。ありがとうございます。勝ちましょう。はい。フォワードでの出場でしたが、浦和戦、振り返っていかがですか。最初は、自分自身が迷いなくて、フォワード戦が試合戦について、まあ、キープでしたりとか、裏抜きがキープしたくて、弱いですね。はい。じゃあ、ノックアウトステージに向けて意気込みをお願いします。あとね、はい、ありがとうございます。はい、ということで、3試合、初戦長野パルセイロさんに5対1の勝利、インテルさんに1対1、浦和レッズ戦1対1、1勝の2分けで、グループステージを2位で突破することができました。でここからまた1日間を置いて、ノックアウトステージに移ります。1勝するとベスト16になり、これが、我々クラブの、クラブユースの、歴代の最高の、記録になるので、選手たち、まずは1勝、その後優勝を目指して、戦ってくれることと思います。また、次回の放送にて、このノックアウトステージの戦いもたっぷりとお届けしていきたいと思いますので、そちらもご注目いただければと思います。では、本日以上とさせていただきます。ありがとうございました。